太平洋側には気圧の谷があるということで、このあと近畿や中部のエリアでは雨の可能性がありそうです。で、気にするべきはですね、はい、こちらです。静岡の南の海上に北東の風と、北の風がぶつかってできているシアライン、局地的な前線があります。このあたり、今後上空の気圧の谷と結びついて少し拡大をしそうです。でさらにね、これだんだん西の方にも広がっていきそうなんですね。もうすでに愛知県方面も、低い雲が広がり始めていますし、静岡だけでなく神奈川県の西部ですとか千葉県の南部の方にも少し低い雲が出始めています。はい、降水の予想を見てみたいと思いますけども、はい、これは今夜遅い時間なんですけれども、先ほどの収束線シアラインに沿って雲が発達を始めます。時間を追って見ていきますと、だんだんとですね、この紀伊半島東部から、近畿地方、そして東海、北陸西部、こういったところに雨雲のラインが入っていきます。でさらにこの辺りではですね、局地的に雨雲も発達をして、はい、1時間に30ミリを超えるような激しい雨が明日、はい、明後日と降る可能性があります。はい、この辺りがこれから明日、明後日、そして水曜日にかけてのですね、天気を左右するポイントになりそうです。わかりました。今後のお天気の情報はお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけますので、ぜひご確認ください。